こんにちは、ミュージックセラピストの智代です。今日は同じ音楽を聴いているのに日によって聞こえ方が違うのはなぜかというお話をしていきたいと思います。皆さんはそういう経験されたことありますでしょうか？私がよくあるのは、今日聴いた時には温かい音楽だなって思ったにもかかわらず、 2,3 日後に聴いた時には寂しい音楽に聞こえてしまうというようなことがよくありました。それはなぜかというと、やはり私たちの心に関係するものになるんですが、私たちの心というのは自分の中に持っているものと同じものを見つけて取り入れるという作業を無意識にやっています。つまり温かい音楽だなって聞いていた時には、自分の心がある程度満たされていて、温かいと感じる部分の音をキャッチして受け止めていたからということなんですね。じゃあ逆に悲しい音楽と感じてしまった時というのはもう分かりますね。少しだけ心が弱っていて、悲しいと感じる部分をキャッチして受け止めてしまっていたから悲しい音楽に聞こえたということなんです。つまり今日聴く音楽がどういうふうに感じるかで、私たちの心の状態というのが分かるんです。ぜひ試してみてください。